リバースエコの視聴者の方々にとっては、嬉しいお知らせがあります。10月3日付で、開示請求の、開示命令が決定しました。今回の開示対象は、Twitter ということです。本来ならば、もう少し多くのアカウントを、開示する予定だったのですが、対象者が少し減っています。減ったと言っても、それでも開示対象者は複数人いるようです。弁護士事務所の意向で、誰が開示されたのかは、絶対に言わないでくれとのことなので、開示対象となったアカウントは黒塗りされています。具体的な人数は不明ですが、黒塗りの大きさ的に、複数人いることは間違いありません。今回は Twitter の開示ということで、次回は YouTube だそうです。最近の Twitter では、一部のアホ以外は、かなり警戒してツイートしている感じがあるので、リーガルアウト発言は比較的少ないです。魚卓を取りまくっている人がいるので、警戒しているのかもしれませんね。まあ今更警戒したところで、すでに手遅れなんですけれども、リーガルアウト発言をして、バッチリ魚卓まで取られているアカウントが、最近警戒しておとなしくなっているのを見ると、こいつ本当にバカなんだな、と思いました。今回の開示命令は終わりではなく、あくまで始まりでしかありません。これからツイッター以外の別のプラットフォームでも、どんどん開示が進んでいくでしょう。何度も言っている通り、匿名アカウントに対して、あることないことを言っても、賠償金はたかが知れています。もろちん内容にもよりますが、しかし企業に対して、あることないことを言った場合、賠償金が結構すごいことになります。皆様は企業に対する信用毀損とかは、絶対にやめましょうね。個人事業主や法人の信用を毀損した場合、個人に対するそれよりも、賠償金が高くなる場合が多いです。なぜなら虚偽の情報を流されることで、金銭的な損害が発生する場合があるからです。これは初期の段階から、多くの人が言っていることなのですが、未だに全く理解できていない、頭にアルミホイルを巻いている系の人もいます。頭おかしなるで。ちなみにアルミホイルの民の間では、リバースエコ小川社長が、開示命令が決定したと言っているのは嘘、ということになっています。このボーンっていうやつ、使いどころがなさそうだと以前言いましたが、アルミホイル関連の話題では、かなり汎用性が高そうですね。アルミホイルの民が言うことは、基本的に全部ボーンなので、開示命令の決定が嘘だということは、小川社長が公開している、東京地裁の書面は、偽造したものであるということでしょうか。もし偽造しているなら、公文書偽造でしょ。そんなことをするメリットがないことは、普通に考えればわかると思うのですが、まあ堀口くんのように、謝罪すれば全部許す、という条件を蹴って、今でも嫌がらせを続けている方々なので、彼らに普通を求めることは、ちょっと酷なのかもしれません。ちなみにリバエコアンチの間では、小川社長はカンパを集めるだけ集めて、一切動いていない、あれはただのカンパ詐欺、スパチャやカンパは、全部自分のお金にしている、弁護士が動いているというのは全部嘘、ということになっています。いや、そんなわけないやろ、と思った人も多いのではないでしょうか。しかしマジで言ってるんですよこれ。マジだぜ。これがもし事実だったら、普通に詐欺なので、大問題です。企業の社長がカンパを集めるだけ集めて、当初の目的に一切使っていないなんて、とんだ大事件ですよ。ちなみに、私は弁護士と電話で話しましたが、実際に動いているのは間違いないです。これは 100% 信用してもらって構いません。リバースエコがカンパを集めるだけ集めて一切動いていない、という話は完全なデマです。絶対に信用しないでください。今はまだ詳細は言えないのですが、時期が来ればいずれわかることです。信じるアホもそんなにいないとは思いますが、人類の下位 1% ぐらいの人たちは、もしかしたら信じてしまうかもしれませんね。というわけでリバエコと弁護士事務所が、確実に動いていますので、それに関してはご安心ください。ただし、全部終わるまで時間がかかるかもしれません。それは訴訟対象者の数が、あまりにも多いからです。あくまで一人の意見ですが、すべての案件を、同じ弁護士事務所に依頼するのではなく、シンプルな案件とかは、他の事務所に依頼するのも良いかもしれません。少人数の事務所で、抱えている案件も多いため、すべての案件を任せた場合、ちょっと時間がかかってしまうかもしれません。クロスミレ様の予想では、すべての訴訟が終わるまで、10年はかからないが、5年以上かかるかもしれない、ということでした。もともと裁判というものは、長引いた場合、地裁判決が出るまでに、2、3年かかります。上告した場合、高裁判決が出るまで、そこからさらに2、3年かかることもあります。裁判手続きというのは時間がかかるものです。例えば開示請求が完全に通るまで、数ヶ月かかります。というわけで、結果が出るまでに結構タイムラグがあります。リバエコリスナーからすれば、非常にもどかしい時間かもしれませんが、確実に一歩一歩前進していますので、気長にお待ちください。これからもリバエコを応援していきましょう。今はまだ言えないことも多いです。実は今、裏でかなり手広く動いています。例えば、暇空茜様が今、堀口秀俊
関係で表に出している情報は、全体のほんのごく一部だと思います。情報を出しても OK という段階になってから、逐次情報を表に出している感じだと思います。それと同じで、リバイコの件では今出せない情報が非常に多いです。しかし今水面下で進んでいる件についても、いずれ徐々に明らかになっていきますので、お楽しみに。リバイコとは別件で、とんでもない爆弾もありますので、期待しててください。いやー早く言いたいです。私としてもいろいろ言いたいことが大量にあるのですが、堀口くんのように、何も考えずに全部情報を出すと、自分が不利になってしまいますので、そのようなことは決してしません。ちなみに、私はリバイコ20万円カンパしています。もしリバイコがカンパ詐欺をしていた場合、それはもうブチ切れますよ。笑い、カンパ詐欺をしていたことが発覚した時点で、私はリバイコを猛烈に批判すると思います。私がそうしていないということは、リバイコはカンパ詐欺をしていない、ということです。っていうか、法人がカンパを集めるだけ集めて何もしていない、カンパ詐欺をしている、この発言かなりヤバいですから、普通にリーガルアウトです。アルミホイルの民は、倫理観が終わっていて、非常に頭が悪いため、言っても良いこととダメなことの区別が、全くついていない。という特徴があります。例えば別の界隈で、かなり強い言葉でレスバトルしている人たちでも、口調こそ強いものの、基本的にはきちんとリーガルセーフな、合法的な言論の範囲でレスバしています。合法的な批判と、リーガルアウトな発言の境界線は、大抵の人はなんとなく理解しています。しかし人類の下位 1% ぐらいの人は、その違いがわからないのです。インフルエンサーに誹謗中傷して、訴えられるのは、大体このタイプの人です。リバイコへの憎しみに脳を支配された結果、アホが言ったことを鵜呑みにして、それを拡散し、アウト発言を重ねていく。これがアルミホイルの民の現状です。何が正しいかよりも、何が自分にとって気持ちよいか、を優先した結果、彼らは誤情報を広めて、自分たちが気持ちよくなる、という方向に走ってしまったのです。リバイコを貶める情報は、たとえ事実でなくても、気持ちがいいから、それに便乗してしまうのでしょう。ちなみに、リバイコアンチの間では、小川社長は2年間、何の結果も出していない。という設定になっています。彼らはこの謎の設定を事実だと思い込んでいるので、開示命令決定も嘘だと思い込んでいるのでしょう。しかし小川社長が2年間何の結果も出せていないという話は完全な嘘です。まるっきりデマです。小川社長がこの2年間で動いた実績を私が把握している限りで並べてみます。まずグラサントやサブレメタル首相に対して2件の民事訴訟、吉原弁護士への刑事告訴、懲戒請求、そして複数の開示請求をしています。今回開示命令が決定しました。これは完全に推測ですが、表に出ていない示談したケースとかも含めるともっとあるんじゃないでしょうか。というかリバイコの件をざっくり追っていれば、こんなことは把握しているはずです。リバイコが法的措置を取っているのは、軽く調べただけでもわかるでしょう。小川社長も以前、開示請求に着手したことがわかる書面を、ツイッターに投稿していました。こういった事実があるわけですから、小川社長が2年間何もやっていない、というのは完全な嘘です。事実ベースで考えるのではなく、思い込みと妄想で、自分たちに都合の良い解釈をして、それを仲間内で広めて、4545してるのが、現在のアルミホイルの民です。リバイコに YouTube で粘着している投稿者や、Twitter で粘着している方々は、こういう風にエコチェーンをこじらせまくって、妄想に取り憑かれた人しかいません。妄想に取り憑かれた人たちの言うことを、決して信用しないようにお願いします。まあ明らかに言っていることがめちゃくちゃなので、大抵の人は察して逃げると思いますが、例えば、アルミホイル系の投稿者は、言っていることが完全にめちゃくちゃなのに、高評価率がやたら高いという傾向があります。再生数は良くて、1000回程度です。明らかにおかしなことを言っているのに、なぜ高評価率が高いのでしょうか。それは普通の人が動画を見ていないからです。同じ妄想に取り憑かれた人たちしか、動画を見ていないからです。カルピス軍団を大幅に劣化させた、介護官。それがアルミホイルの民です。国語1や、ケーキが切れないというのは、誇張表現でも何でもなくて、ただの事実です。むしろかなり、優しめな表現ということを、ご理解いただけたでしょうか。彼らが繰り返し、小川社長は2年間何もやっていない、と主張する理由の一つは、そう思い込むことで、自分たちを安心させたいからでしょう。自分たちは正しいことをやっているのだから、訴えられるわけがない、刑事告訴なんてされるわけがない、そのように主張する一方で、彼らは実は不安なのです。なぜなら普通に事実関係のみを見ると、リバイコが動いているのは明らかなわけで、それは相当なバカではない限り、薄々理解していることでしょう。理解しているからこそ、不安なわけです。しかし周りが、あいつは2年間何もしていないから大丈夫、と言っていると、どうでしょうか。2年間何もしてないと信じ込むことで、不安は薄れるでしょう。要するに、ただの逃げです。現実と向き合うことから逃げているだけです。本当に哀れで、弱い人間です。大学から訓告を食らって、
期が絶望的になっても、現実を受け入れられずに、何年か大学に席だけ置いてそう。リバイコ関連の騒動は、インターネットにおけるエコーチェンバーの、非常にわかりやすい実例の一つとして、後世まで語り継いでいかなければなりません。明らかに事実と異なる情報を発信する人がいて、ごく少数ながら、それを信じる人がいます。今回のケースは相手が器用だということを、全く理解していない方々が多いです。小川社長もかなり本気で動いていますので、結構な賠償金を支払うことになるはずです。リバエコ関連の最新情報については、リバーズエコ小川社長の生放送や動画をご覧ください。ただし小川社長は見た目がオラオラ系で、喋り方がいかついので、初見の人にはちょっと刺激が強いかもしれません。また情報発信が生放送主体なので、全部を追うのはしんどいと思います。リバエコ関連で重要な出来事があれば、このチャンネルで動画にしますので、ぜひ定期的に見に来てください。ちなみに小川社長は、見た目はオラオラ系なんですが、実は真面目で、かなり優しいです。富士おじに散々失礼なことをされても、このままだと富士さんのチャンネルが崩壊すると本気で富士おじのことを心配して散々忠告していましたから、なお忠告は届かず、富士おじのチャンネルは無事崩壊した模様。やさぐれメタル師匠とも小川社長は最初裁判するつもりはありませんでした。しかしやさぐれメタル師匠の方から民事訴訟んだお、警察が動いているんだお、と法的措置をちらつかせてきたので、小川社長は最終的に訴えることにしました。なおやさぐれ師匠は口だけで、2年間ガチで何もしていません。2年経った今も、起こした民事訴訟はゼロ、刑事告訴もゼロです。小川社長は誹謗中傷してきた人間に対して、期日までに謝罪すれば全部許す、という猶予期間を設けました。私だったら多分ここまでしないと思います。本当は優しいんだけれども、見た目や口調が怖いので、それで損している、という感じがします。もったいないです。口調が悪いから、その人が全面的に悪いという理屈は間違っています。例えばヒマソラアカネ様やレイヤーはまあまあ辛口なことを言いますが、だから全面的に悪い人物なのでしょうか。例えば丁寧な口調でデマを発信して名誉毀損や信用毀損行為を日常的に行っている人がいたとして、その人物は口調が丁寧だから正しい人なのでしょうか。あいつは口が悪いから悪いやつだ、そう判断する人がごく一部いるのは事実です。しかしそういう表面的な部分で判断するのは間違っています。見た目や口調で判断するのは文化的な人間のやることでしょうか。その人が何を言っているのかで判断しましょう。小川社長へのカンパは、上記の口座までお願いします。開示請求して民事訴訟を起こすには、かなりの費用がかかります。無理のない範囲で、ぜひご協力をお願いします。現在かなり広い範囲で動くことができているのは、カンパをしてくれた方々のおかげだと思います。カンパしてくれた方々はありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。